はい、それでは時間となりましたので、泉健太代表の、立憲民主党代表選挙出馬会見ことを始めさせていただきます。時間はですね、おおむね30分を予定しておりまして、冒頭10分間ほど泉代表から所見をお話しいただいて、その後質問させていただきます。それでは泉代表お願いいたします。はい、おはようございます。立憲民主党党代表の泉健太です。まず日頃全国で立憲民主党を応援してくださっている多くの皆さん、また政権交代に期待をしていただいている多くの国民の皆様に心から感謝を申し上げます。私たち立憲民主党、いよいよこれから政権交代に向かって、この代表選を経て総選挙に向かってまいります。気を引き締めて、そして国民に対して謙虚な気持ちを忘れず、また国民生活を第一に考えて、これからの代表選、そして総選挙に臨んでいきたいと考えています。まず今日の会見は、私自身がこの党代表選挙出馬の環境が整ったという会見の内容であります。まずこのことには心から感謝を申し上げます。3年間党代表を務めてまいりました。非常に厳しい環境からの、前回総選挙の敗北からのスタートということでしたし、その半年後の参議院選挙でもやはり議席が減る中でのこの党再生の取り組み、大変厳しいものはありました。だけれども常に前を向いて、私はこの立憲民主党には潜在能力は高いものがある、そう考えてきました。しかし非常にある意味設計や構造が複雑であったり、あるいは制御というもので言えば、やはりこれを党をしっかりまとめていくということが非常に難しいということの中で、やはり党代表という立場で言えば、それは単に自分が前を向いて走っていけばいいということではなくて、みんなを一緒に最大限の力を発揮できるように、この党をまとめて力をつけていくと、そのことに努力をしてまいりました。その結果、統一地方選挙では議席が増え、そして4月の補欠選挙では、3選挙区、長崎、島根、東京で勝利をすることまでできました。今、裏金問題でものすごく国民の皆様が不満や怒りを感じている、そういう中において、立憲民主党の役割はかなり大きい、いや、立憲民主党こそが役割を果たさなければならない、その決意でおります。改めてですが、自民党の裏金問題というのは、これはルール違反です。明確なルール違反、しかも大規模なルール違反です。私はずっと少年野球から始まって高校野球まで野球を続けてきましたが、どのスポーツにもルールがあって、ルールを違反をすれば退場や没収試合になるのは当たり前なんです。今の自民党はそれまでのことをやってしまったとなれば、これは単に立憲民主党対自民党ということではなくて、間違いなく国民として自民党を一旦イエローカード、あるいはレッドカードを出して退場させねばならない、今その局面にあると考えております。これは皆さん自民党のためでもあると思います。やはりおかしなことをしたときには一旦退場しなければならない、これが政治の世界に当たり前になったときに、もっと国民の側を向く真っ当な、そして正義がちゃんと通じるような国になっていくんだと思います。そういった意味で次の総選挙で我々は政権交代を目指します。そして私はその先頭に立ちます。国民の皆様とおかしな政治を一度退場させて、立憲民主党が政権を担わせていただきたい、このことを決意をしています。その意味では私自身今回政策を掲げさせていただいておりますが、まず私自身この立憲民主党を3年間率いていた立場として、私自身が次の総選挙すぐにもあるということであれば、これまで全国各地にポスターを貼ってきた人へ未来へ真っ当な政治へ、これを基本のスローガンとしてこの国を伸ばす、日本を伸ばす、このことを全国の皆様に訴えていきたいと考えています。今日パネルを用意しました。この日本を伸ばす
私自身、党で経済政策を作ったときにも、日本を伸ばすということをキーワードにいたしました。人から始まる経済再生、この人から始まる経済再生というものの中で、日本を伸ばすということを銘打ち、そして三本柱として、人を伸ばす、産業を伸ばす、消費を伸ばす、この3つを掲げました。ともすれば、立憲民主党と自民党、いつも成長か分配か、二者択一のように思われてきた。私はしかしそうではないと思う。立憲民主党こそが、堂々と産業政策、経済政策を訴え、日本を伸ばしていく、そして産業を伸ばしていくからこそ、皆様の懐が豊かになり、ゆとりができ、消費が伸びていく、消費からの経済再生のためには、やはりこうした産業をしっかり伸ばしていくということが必要だと考えています。その意味でキーワードを6つ掲げさせていただいています。1つは国産化です。エネルギー、いつまでも海外からの輸入、化石燃料に頼っていては、せっかくの我が国の国富が流出をしてしまう。これは本当にもったいない。私はぜひ再生可能エネルギーを中心としたエネルギーの自給率を高めていきたい。そして農業、食料の自給率向上です。これは自民党政権でこの20年間、一切数値目標が達成されていないんです。これではダメなんです。そして格差是正、超富裕層が増えています。皆さん、今の金融所得課税も、やはり岸田政権では30億円以上の方に税を少し重たくするというところまでしかやれていない。私は一般の国民の皆さんがNISAでどんどん懐を温めていくのは大賛成、そこへの課税強化ではなくて、やはり超富裕層に対しては課税をやはりしっかりしていかなければいけないと考えております。そして堅守防衛、これは当然立憲民主党として専守防衛でありますけれども、私は特にこの今、安全保障環境が厳しい時代、我が国の防衛体制をしっかり整備していく、むしろ効率化も図っていくということが大変重要だと思っております。古い装備品から新しい装備品へ、現代の戦いにも対応できるように、国防を真剣に考える野党であってこそ、政権を担わせていただけるのではないかと考えております。そして教育の無償化、私はミッション型内閣ということも提案していますが、この教育の無償化は、可能であれば野党共通の政策としても掲げていきたいと思います。そして生活の向上、やはり賃上げ、もっと進める、そして我々は介護や保育の処遇改善、そして非正規の正規化、ここに取り組みます。そして安心社会、私自身は北海道の田舎で生まれて、父の牧場関係の仕事を手伝いながら、新聞配達をしながら育ってきました。その時本当にありがたかったのは、学校や公園、道路、そして街灯、一つ一つの社会インフラによって、自分が安全に生活できた、育てられてきた、だから社会に恩返しをしたいと思って政治の世界に入りました。その意味では、社会インフラ、防災対策、治安対策、こういったものをしっかり守らなきゃいけないし、そしてこの安心社会の実現の行く末には、多くの子どもたちが安全で幸せに生活できる、そういう世の中が実現できると考えています。こうしたことを中心に、日本を伸ばすという政策を訴えてまいります。我々立憲民主党には素晴らしい仲間がおります。私は一人のリーダーに頼るのではなくて、そして経験や実績のみに頼るのではなくて、これからの可能性に期待をしていただきたいし、これからの党というのは、やはりその意味では、みんなで力を合わせて全国に訴える、その姿勢が何より大事だと考えております。泉健太、これからの代表選で大きな相手である元代表や元総理と戦わせていただくことになります。前向きにこの国の未来を語り、政権交代に向けての訴えとしていきたいと思います。以上です。はい、はい、それでは各社のご質問ある方、はい、どうぞ。
ず申し上げて、声が通す方は、西日本新聞の坂本と申します。今回代表選に立候補するに出馬表明が今日になったということで、報道等であったり推薦人のを集めるのに、非常にご苦労されたということかと思います。というふうにされていますが、それについての振り返りとですね、あとその、前代表と、元総理と戦うということで、非常に厳しい戦いになるかと思うんですが、この3年間の代表を務めていたときに、自分だからこそできたことを一つ挙げていただいてよろしいでしょうか。はい、本当届け出は明日ですからね。それまでに推薦人が揃えば、それはもう大満足ということで考えていましたので、そこは本当に仲間の努力に感謝をしています。そういう中でしかし、ビッグな方々と戦うので、現社長ではありますけど、もう挑戦者のつもりでですね、これから論戦を挑んでいきたいと考えています。そしてこの3年間厳しい時に手を挙げるということもなかなかできない中で4人の候補が戦ったというのが前回の選挙でしたので、そういった意味で覚悟は誰にも負けないし、そしてこのことを苦しい時に引っ張ってきたという自負、これは誰にも負けません。北海道新聞の鶴沢と申します。現職にもかかわらず告示日前日のこうした表明というのは異例ではあるんですけれども、その要因はどこにあると代表自身はお考えでしょうか。多分現職でですね、立憲民主党の場合引き続き出るパターンは初めてですので異例ではないと思います。農業新聞の北坂と申します。先ほど日本を伸ばすの6つの項目の中で国産化を一番に掲げられました。これに関連して国産化食料ということで農業政策で特に訴えたいことを重視することをお聞かせください。この間も米の流通の混乱がありました。一方で米が高い、米が足りないなんだけれども、農家の皆さんからすると米の値段は不十分、本当に苦しい、これ米を作り続けられるのかという声が随分上がっています。その意味ではやはり農業者の皆さんに所得を支えて安定的に生産できる環境を作っていくということが大事です。その意味で立憲民主党、かつて民主党が訴えていたですね、個別所得保障というのがありますが、それを直接支払いという私たち形でですね、新たな政策提案を行っています。これによって、本当に不作あるいはさまざまな病害虫などもありますけれども、そういう中でも農業、米作りを続けられる環境が実現できる、それがこの食料の自給率向上に上がってつながっていくと考えています。時事通信の塚です。ちょっと2点あるんですけれども、先ほどのパネル見ますと、基本的には今の立憲民主党の政策を踏襲していって、その中で打ち出しているものがあるのかなという印象を受けましたが、新たにこれまでの党の政策を変えていくというものがあるのか、例えば原発で言えば、エネルギー政策で言えば、高量にある原発ゼロを見直すというお考えがあるんでしょうか。はい、これ3年間党を引っ張ってきて、私はずっと政策調査会、政調と一緒にですね、政策を作り上げてきたので、今の党の政策が私の政策であるということはまずお伝えをしたいと思います。でそれをですね、代表選だからといって急に何か新しいことをぶち上げるというのは私はそうではないと考えていますので、私の政策を書かせていただきました。一方で既に出馬表明をされている皆様のスタンスもですね、基本的にこれまで作り上げてきた政策の範疇に収まっているのかなというふうに思っておりますので、その意味では政策の浸透もここまでやってこれたかなと思っています。そういうことで、それぞれ力を入れていく政策というのはあると思うんですけれども、当然今の我が党の姿勢というものをですね、前提にしながら、しかし私が特に強調したいのは、どんな高い理想もやはり現実の一歩からという姿勢ですね。ここを大事にして、だからこそ例えばエネルギーをシフトさせるんであれば、まず最初に安定供給があり、そして再生可能エネルギーをですね、増やしていくということで初めて
電源が安定すれば、その今まで使ってきたエネルギーをそこで取りやめることができる、この手順を間違ってはいけないということは強調していきたいですね。ですけれども、すぐにでもという言葉ありましたが、すぐかどうかはちょっと与党が決めるのでわからないというところはあります。で、泉代表は以前ですね、150議席次の衆院選で取れなければ辞するというお話されてましたが、その考えは今も変わらないのかということと、今自民党も総裁選やってますので、ひょっとしたら小泉進次郎さんのようなすごい爽やかな刷新感のある方が、与党の総裁となる可能性もあるんですけれども、そんな中でどうやって総選挙で勝っていくのか教えてください。小泉さんが総裁になるんなら、だからこそ泉健太でしょうというふうに言っていきたいですね。負けませんよ、はい、むしろ勝たせていただきます。ぜひ小泉進次郎来いと言いたいですね。それと150議席ですね、今日この出馬会見、私自身何も決意は変わってません。すみません、東京新聞の岡田です。よろしくお願いいたします。一番最初の質問にちょっと重なるんですけれども、この3年間いろいろなご苦労があって党を立てられたと思うんですけれども、それはそれで提起をしたいと思うんですが、一方でその支持率は自民党に大きく批判なされておりますし、先ほど挙げたその選挙でもですね、どうしても敵の失策に助けられているというところ、側面はかなり大きいんじゃないかと思うんですけれども、3年間振り返ってみて、その反省というかですね、これができなかったところというのは逆にその得点できなかった部分があれば、お考えを聞かせてください。政権交代ですね。総選挙に追い込んで政権交代をしたかったですね。それができなかった。だけれども、今、国民の皆さん、世論調査で、政党の支持表明っていうのは、マスコミの皆さん一番ご存知だと思いますが、国民の皆さん、そんなに簡単に意思表示をするものではないと思っています。だけれども、皆さんの設問にあるように、次の選挙でどんな政権を期待しますかというところで、かなり野党を中心とした新たな政権という答えが増えている。私はここをぜひ注目をしたいし、その期待に応えられる行動をしていきたいですね。ものすごく大きい話なんですけど、例えばここは特にその政権交代を果たすより足りなかった部分というのはどういったところですか。はい、特段ありません。NHK の高橋です。自民党 の, その裏金問題に端を発して、この代表選挙でも、また総選挙でも、政治改革というのが一つ争点になるかと思いますが、泉代表として、どのような訴えをしていかれるか、教えてください。政策活動費全廃ですね、そして文書通信費の公開、これは基本です。私は、これは党の政治改革本部でちゃんと議論をしてもらいたいなと思いますが、とはいえというか、今、やはり資金に任せた政治活動が事実上、その人物を有利にさせているという流れはやっぱあると思うので、どういうふうなルール作りをしていくかというのはこれからですが、やっぱりその年間の政治活動費の上限だとかですね、そういったことがあれば、お互い同じルールで戦うことができるわけですよね。片一方が青天井で、もうあらゆるところに祝電を送り、あらゆるところでお買い物をし、そんな政治を繰り返されたら、それ、追随を許さないし、岸田さんなんかも年間2億集めていて、それをふんだんに使われるなんて話になったらですね、やっぱり普通の国民がそこに対抗していくことすらできないわけですよ。いくら正論を述べても、いくらピュアな心があっても、やっぱりそこは公平な競争環境を作るということが何より大事じゃないかなと考えてますんで、そういった政治改革を進めていきたいですね。自民党で新総裁が選出された後、すぐにでも解散総選挙との見方も出ていますが、代表はその次の衆議院選挙に向けた他の野党ですとか、連合との連携のあり方はどのようにしていきたいとお考えでしょうか。連合は当然連携する支援団体ですので、しっかり全国で連携していきたいと思います。そして私が特に、これまでも言ってきたのは、まずどの党と連携する云々よりも、立憲民主党自身が自分たちで政権を取る、自分たちで選挙区勝ち抜く、その決意がなければ、国民への訴えも弱いし、そして
伝わらないと考えますので、まず全国の仲間たちには自分たちで選挙区で勝ち抜くということを大前提に活動してもらいたいと